桃一さんのインタビュー。今の仕事に就いた理由は何ですか？母が亡くなった時に家族からいろんな話を聞いて、お母さんはもともとパティシエか調理師になりたかったんだよと聞き、母の代わりに僕がなると決意しました。僕は小さい時から料理が好きだったし、お菓子作りも好きで、その夢は小さい時から決めていたので。カムアウトしてみてどうですか？専門学校に通っていた頃は、自分は男が好きなのか女が好きなのかで悩んでいました。でもいろんな経験をしてみて、僕はやっぱり男が好きだと分かりました。それがきっかけで、学校のみんなに僕はゲイだよとカミングアウトしました。うん、いいんじゃない、大丈夫大丈夫とみんなが反応してくれて、すごく嬉しかったです。やっぱりカミングアウトするのは勇気が必要だったけど、すごく嬉しい反応がいっぱいでよかったと思いました。今は手話の先生をしたり、いろいろなボランティアに参加したり、他にもイベントのスタッフをしたり、いろいろな経験を積んで、僕の心は強くなったと思います。やっぱりゲイでよかったなと思います。冬美さんのインタビュー。自分のセクシュアリティに気づいたのはいつですか？高校1年の時に少しずつ自分は他のみんなと何か違うなと感じ始めました。そのことで悩みましたか？家庭教師の先生が私にレズビアンだとカムアウトしてくれたので、レズビアンってどんな世界なんだろうと興味を持ちました。家族に話しましたか？母にレズビアンの友人がいたのと、母も昔女の人を好きになった経験があったので、もしかしたら女性が好きかもと言ったら、いいと思うよ、自然なことだよと言ってくれました。悩んだというよりも興味を持ったという感じです。ロー LGBT 特有の困ったことはありますか？今は相談先としては電話相談が多いので、ファックスとかメールで、あるいは会って相談ができる場所って少ないので、そういう場所を増やしてほしいです。また手話通訳を要請する中で、 LGBT の正しい表現を手話通訳に教える場も欲しいですし、いろいろやらなきゃいけないことはたくさんありますね。 LGBT で一人で悩んでいる人にメッセージはありますか？本当の自分でいられる環境を作るのが一番大事だと思います。自分だけで悩まないで、いろんな人に相談してみてください。誠さんのインタビュー。職場でカムアウトしてますか？入社前に FTM だとカムアウトしています。隠しながら働くのはしんどいから。入社後、セクシャルマイノリティというテーマでテレビ出演したとき、たまたま
職場のみんなも見てくれていました。見た後もみんなの態度は変わらなくて、普段と同じだし、理解してくれてると思います。家族の反応はどうでしたか？中学生の時、自分の恋愛対象について母にカムアウトしたら、母は自分の好きな人でいいんじゃない、ありのままの生き方でいいと言ってくれていました。母が亡くなった後、父にタイで性転換手術を受けるという話を持ち込んだら、父はこれまでもだがとても反対しました。自分の心と体が一致しないとか、 FTM についてもずっと話して、今はやっと受け入れてくれたみたい。下の名前も前は女の名前だったけど、今は僕の男性名を父は頑張って呼んでくれている感じです。私のこと綺麗？私のこと綺麗やと思う？わかりませんのコメントです。シンさんのインタビュー。前はどんな仕事をしていましたか？前は調理の仕事をしていました。そこで知り合ったみんなからは、言葉遣いや心が女っぽいねと言われていました。ゲイの友達がたくさんいますか？ゲイの人同士で話しても、私は女性的な気持ちを持つゲイなので、相手が男性的な気持ちを持つゲイだったら、違う感覚を持っているなと思うことがあります。家族にカミングアウトしたときはどんな反応でしたか？中学生の頃は親に言えなくて、学校の先生に来てもらって、先生から親に伝えてもらいました。その時母が、小さい頃から知ってたよと答えたので、本当？とびっくりしたけど、ほっとしました。これからどんなことがしたいですか？自分の料理店を開くのが目標、憧れです。お客さんみんなに美味しい料理をお出ししたいです。しゅんさんのインタビュー。職場でカムアウトしていますか？してないです。でも一部の人だけにはカムアウトしています。どんな反応でしたか？以前仕事中にゲイのホームページを見ていたら、それを見られてしまって、それで
見られて気まずい状態になってしまいました。その後にメールをしてカムアウトしました。僕は今までその人に仕事を教えたり一緒に食事に行くような仲だったので、ゲイであることは問題ないと言われました。恋人はいますか？いません。でも好きな人はいます。ゲイの人ですか？相手もゲイです。結婚したいですか？結婚はしたいから。子供は欲しいですか？子供は好きです。やっぱり子供は欲しいです。ひとみさんのインタビュー。初めて友達にカミングアウトされた時どう思いましたか？ゲイやレズビアンなどいろんな人がいるというのは知識として持っていたので、実際友達から僕ゲイなんだと言われても特に抵抗なくへえそうなんだと普通に受け止めました。逆に相手がえ大丈夫、何か質問とかないのと聞いてきたのですが、うん別にないよ、あなたはゲイで男が好きってことだよねと言いました。LGBT の友達とどう付き合っていますか？誰が LGBT かはわからないので、ホモとか差別的な表現だと最近知ったので、そういう差別的な表現は使わないように気をつけています。あとは LGBT だからとかそうでないからとかで付き合い方の違いはないと思います。日常会話の中でLGBT が笑い物にされているときどう返しますか？ろう者の飲み会で年配の人たちが差別的な見方をすることがありますね。わあ、あいつホモとか嫌そうな表情で言うんです。私は彼がもしホモだったとしても別に普通やんと言いました。私は彼が本当にホモかどうかは分からないけれど、たとえそうだとしても別に構わないよと話しました。LGBT 手話表現レベル1。レズビアン。女として女が好きな人。フェミニンな人もいるし、ボーイッシュな人もいます。ゲイ。男として男が好きな人、お姉キャラじゃないゲイの人もたくさんいます。バイセクシャル。同性も異性も好きになる人、相手の性別にこだわらない人。トランスジェンダー。身体の性別とは異なる性別を生きる、または生きたいと望む人。 LGBTレズビアン、ゲイ、バイセクシャル、トランスジェンダーの頭文字を取ってまとめた言い方。してほしくない手話表現。オカマ。なよなよした男や女装に対して使われる別称。ホモ、ゲイの別称。レズ、レズビアンの別称。LGBT 手話表現、レベル2。
性同一性障害、身体的な性別に不快感、違和感などを持ち、体を変えて別の性で生きることを強く望むこと。FTM、女性として生まれ、男性として生きる、または生きたい人。MTF、男性として生まれ、女性として生きる、または生きたい人。ノンケ、異性愛者、異性が好きな人。ストレート、異性愛者、異性が好きな人。カミングアウト、自分が LGBT だと誰かに打ち明けること。反カミングアウト、特定の場所や人だけに限定してカミングアウトすること。クローゼット、自分が LGBT であることを隠して暮らすこと。セクシュアリティ、人間の性のあり方全般を指す言葉。セクシャルマイノリティ、LGBT と同義だけど当てはまらない人もいるのでいろいろひっくるめた言葉。LGBT 手話表現、レベル3。アウティング、本人の了解を得ずに秘密を他人にばらすこと。ヘイトクライム、個人的な恨みではなく性別や人種など属性を理由に危害を加えること。モノガミー、1対1で付き合うこと、1人だけと付き合いたい人。ポリアモリー、恋人を複数持つこと、1対1の恋愛に縛られたくない人。アセクシャル、人を好きにならない人。恋愛しない、セックスしないなどタイプはいろいろ。性自認、自分がどんな性別かという自覚。性思考、どんな性別の人を好きになるか。レインボー、6色の虹色は LGBT のシンボルとして使われています。なぜカムアウトするのですか？やっぱり自分は男性が好きだと言ったら気持ちも楽になるし、その方が本当の自分のままに生きていけるので良いと思います。ゲイであることを知ってもらいたいから。家族以外の友達とかにカムアウトしようと思ったきっかけは、やっぱり隠せないと思ったから。例えば友達が恋愛の話をしているときにその話の輪に入っていけなくて、それはしんどいことだったし、隠すのが嫌だと思ってカムアウトしました。やっぱり気持ちをすっきりさせたいので。いつかはバレるので。カムアウトは大変でしたか？一番は家族。ミクシーというサイトを使って、僕がオープンにした時はすごく勇気がいりました。その時に姉が、大丈夫、何かあったら私が肩を貸すよと言ってくれたのがすごく嬉しかった。他にも友達が、一
人を好きになることはいいことだよねと言ってくれて、本当に僕は感激して泣いたことがあります。両親からゲイなのかと聞かれたので、そうそうと答えました。それだけ。それノーの側じゃん。あ、間違えた間違えた、こっちだわ。私は小さい頃からもともと隠すことが苦手というかオープンな性格だったので、今女性と付き合ってるということも自然に話してきました。なんか抵抗があるとか変なんちゃうとか言われたけど、私は自分の性格は変だと分かっているので、周りからそんな風に言われてもそうだよと答えてきました。だから特に悩むこともなかったです。カムアウトして良かったと思いますか？カムアウトして良かったです。自分も相手もすごく楽になりますよね。気を使うこともないし、お互い自然にいられるので言って良かったと思ってます。カミングアウトするのには勇気が必要だったけど、カムアウト後もみんなが優しく接してくれるので良かったです。僕も隠す性格じゃなく、いつもオープンにしてきたので、信頼できる友人にカムアウトしてきました。自分の本当の気持ち、ありのままの自分を出すことができたので、それですごく楽になったと思います。ありのままで生きていきたいです。カムアウトは意外と楽でした。自分らしく生きていけるようになってよかったです。カムアウトしてよかった。人を信じて人と通じ合うことができてよかったです。カムアウトした時に嬉しかった言葉、反応はどんなものでしたか？友達に自分はバイだと告白した時、変だよと言われると思っていたら、いいよ普通だよって言われてすごく嬉しかった。高校生の時に幼馴染の友達にすごく悩んだ末に隠せないとカミングアウトしました。その時に彼女が、自分は自分だよ、周りのことは気にしなくていい、関係ないよ、自分らしく生きていったらいいよと言ってくれました。しかもその時彼女が自分はレズビアン寄りのバイだと言ったのでびっくりしました。仕事中にゲイのサイトを見ていたのを後輩に見られて、メールでカミングアウトしました。でも後輩はいろいろ仕事を教えてもらってるし、食事にも一緒に行くし問題はないよ、またいつも通り食べに行きましょうと言われて嬉しかったです。カムアウトしにくい人ってどんな人ですか？見方や話が合わない人というのは僕にとってはすごく問題で、一度経験があるんだけど、カムアウトした時に、相手は本当は自分もゲイなのに、キモい、僕は無理、無理無理無理とか、お前絶対女いてると思ったとか、すごい差別的な言葉を投げつけてきたので、
その人はカムアウトするのが無理だと知りました。彼は自分のありのままに生活するのが難しいと分かったので、そういう人はもういい、関係ないと思った。カミングアウトしたらパーッと広まってしまうので、カミングアウトはできない。LGBT だと気づいたときショックでしたか？自然に分かってショックはなかった。むしろ何何何と興味を持つようになりました。男性と一緒にいて楽しかったから。冬美さんと一緒で自然に分かりました。自分の中で女性が好き、男性が好きというのは当たり前だったので、女友達にそれを言った時に違うと言われて、それで知りました。若い時はバイだったんだけど、やはり男性が好きと思ったので、特にショックはなかったです。小学校の時に、男の子同士でチンチンを触り合う遊びがあって、その時チンチンに興味を持って、それで自分がゲイだと分かった。異性と付き合ったことがありますか？22歳ぐらいまで彼女がいました。結婚するつもりで話を進めていたんですけど、その時に好きな男性ができたので、彼女には話をして別れました。私はこれまで男性女性どちらともお付き合いした経験があるんですけど、セックスは女性とだけです。男性とのセックスの経験は全くありませんが、デートや食事とかドライブは行ったことがあります。気持ちが嫌なというか、どうしても男が上女が下という考えが相手にあって、ドライブ行ってもコーヒーくれとか尽くすことを求められたり、まあたまたまそういう男性だったのかもしれませんが、そういう女性らしさを求められることにすごく抵抗があったので、女性の方が考え方が近いし同じ目線で話し合えるので、男性と付き合うのは私は合わないと感じました。でも今の夫は特別です。僕は小学校から高校生の間は彼女がいました。僕も冬美さんと一緒で女性とのセックス経験はなかった。抱きしめるとか手をつなぐとかおしゃべりとかお茶を飲むとか、それぐらいの付き合いだった。女性と付き合ったことはあるんですが、ほとんどの女性がわがままで。男の方がわがままだよ。付き合うのに疲れたというか、やっぱり男性と一緒にいる方が楽です。カムアウトしやすい人はどんな人ですか？人として考え方が合う人にはカミングアウトしやすい。
信頼できる人、例えば幼馴染とか同級生とか親友とか、そういう人に対してはカムアウトできる自信があります。さまざまな世界観を持つ人、例えば社会的に弱い立場の人、車椅子の人、視覚障害の人とか在日の人とか、いろんな立場の弱い人が社会にはいますが、やっぱりそういう立場が同じ人には言いやすいし、考え方にも共感できます。同じ人間として見てくれる人、心の広い人、さまざまな世界観を持つ人、みんな生きて生活している同じ人間なので、共に歩いていける人がいいです。隠して隠して仕事をしている人もいるけど、みんながカムアウトしたら社会みんなの考え方も変わってくると思う。人間みんな同じだから、日本だけじゃなくて世界もそういう風になったらいいなって思います。社会がどうなればもっと生きやすいですか？今社会は男性女性ではっきり分かれていますが、その中間にいる人も存在しているということを分かってほしいです。トイレしかり、食事の料金にしても、男性は高くて女性は安いといういろんな差をなくしてほしい。私は見た目は女性なので、結婚や恋愛の相手は男性という前提での質問が多かった。見た目だけで判断をされたくないです。そういうのをなくしていきたいと思います。僕は言葉、男性が女性に言う言葉とか、女らしくしろとか、そういうことを言われたらすごく嫌な気持ちが強いと思うので、僕も経験があって、元彼女から言われたことは、あなた男でしょ、男らしくしてよ、ちょっとプチッと切れたことがあります。なんで男だから男らしくしないとダメなの？そういう言葉を投げかけられた時に抵抗があったので、本を見ても新聞を見てもそういう男性女性の間違った使い方があって、そういうのを読んだら僕は気持ちが悪くなるので、使う言葉を考えていろんなところで変えていってほしいと思います。